どうも皆さん、本日はブラック団が知恵袋で今回ご紹介する商品がございまして、まずこちらをご覧ください。こちらハンドメイドのマスク、まあ、この方が出品された方が作ってるんでしょうね。ちゃんときちんと綺麗に作られてますよ。でその上の高値の1000円とかいますよね。で買えない方もいます。でもこういうふうにハンドメイドの方はしっかりと作られてるんですよね。でもここにはちゃんとした工夫がされてるんですよ。見てください。こういうふうに外側だけを作られてるんですよね。でこういうふうにかわいいデザインですね。とてもいいデザインですよ。で買えない人たちに私は本日ご紹介するのはこちらの商品なんですよ。こちらの商品はですね、換気扇とかにペタって貼る、まあ、奥様方お聞きください。換気扇とかにペタって貼るフィルターね、これ裏が粘着状態なんですよね。これなんですけれど、元が粘着がありまして、このぐらい大きいのが2枚入りで110円、お安い。これじゃあどこで売ってるんだったっけ？ダイソーですよね。ダイソーですぐ身近なところで手に入るところ、ダイソー。これが2枚入りなんですよね。これですよ、この商品ですよ。この商品、これをもうハサミで切れますし、目の細かい繊維なんですよね、これ本当に。でハサミで切って、このくらいのサイズに切って、この中にスポッて入れて使えばね、これだけを捨てで1日、まあ、半日でもいいです。使ったら中身のこのフィルターだけを捨てる。でまたさらにここのね、使った4分の1を入れてって、とても経済的、便利。そして今の時代、マスクにそんなに慌てることなく清潔で使える。で私もですね、これのみなんですけれど、ちょっとこのマスクの下に入れて使ってみたんですけど、全然苦しくないんですよ。ちゃんと空気の抜けがすごくいいんです、これ。それなのにホコリもちゃんとシャットダウンできるという、とても優れものです。いいですか皆さん、マスクを使い捨てマスクに行列なんかするよりも、今はこういう方がしっかり作られたものを、まあこれ私じゃないですよ、作ったのこういう出品私じゃないですけれど、こういうふうに作られた方のものを大事にして、フィルター、中のフィルターだけを交換して過ごすっていうのは、このコロナだけを過ごす、インフルでもいいですし花粉でもいいですよ。とにかく今はそんな流血騒ぎすることなく、皆さんいろいろ知恵がありますからね、頑張っていきましょう。でもこれ、はい、ダイソーでもう2個しか売ってなかった皆さん大丈夫です、そんな慌てることありません。今なら大丈夫です。入荷してるかもしれないでも今薬局行ったらマスク入荷未定とかありますけど、これは多分売ってるよ大丈夫ですよ皆さん、慌てずにですよ。そんなに神経質になることありません。慌てずにやっていただければ、売ってますし、皆さんの健康がそんな、はい、これハンドメイドだからねこの出品者の方、どんどん作ってもらうしかないですけれど、他にも多分作ってる人いるからまあ慌てることなく、このフィルターで十分。見てください、本当にこれですよ、指見てください、透き通ってはいますけれど、しっかりきめ細かいですからね。でちゃんと通気性もいいから、皆さんこれおすすめですよ本当に。はい、じゃあ本日、じゃあこちらご紹介しました、ね、ハンドメイドのマスクとフィルターですね。はい、ではいいのかな。以上ブラック団の知恵袋でした。